広田村は、愛媛県の中与地方、下池名郡の地、伊予郡にあった村である。北に隣接する戸部町と合併し、新しい戸部町の一部となった。松山市から南に、約30キロメートル国道33号と国道379号を下った、山間部。玉屋川の両岸に少しばかりの平地が開けている。 中心となる町は総津であり、ここに村役場、中学校もある。東西約7キロメートル、南北7キロメートルの小さい村である。昔、この付近に人が住み始めた頃、せっかく開拓した田畑に、イノシシが入り込み、荒らしてしまうことがあった。荒らされた土地は、沼田と呼ばれ、この付近は、広ンザ里と呼ばれるようになった。やがて、省略されて、 広田となった。歴代村長、平成の市町村合併伊予群内でも戸部町以外の町村とは道路事情の関係で直接行き来しづらいことから戸部町との合併は規定路線とも言えた。戸部町がさらに別の市や町と合併する場合でもよほどのことがない限り行動を共にするのが順当な選択と言えた。結局は戸部町の事情もあり、 一町一村での合併となった。山村であり、農林業以外に、格別の産業はない。小規模な山村で労働力人口が少ない上平地も乏しく、近年でこそ、松山方面への交通が改善されたが、それまでは不便であったことから、工場誘致にも特に取り組んでは来なかった。林業林業はかつては、流星を極めたが、 木材価格の下落によって豪として成り立つ瀬戸際にまで追い詰められていると言ったのが実態である。38号説により、この四国の山村にも暗い影を落とした。何日も孤立し、山林にも被害が発生し、林業や ここでの生活に見切りをつけた人々とその家族が、離存し、松山へ移り住むなどの事情もあり、静かな山村へと次第に変貌を遂げていった。観光地形や歴史文化にあまり他と比べた特徴が、ない。町内に高等学校はない。道路交通のみ。村内を南北に従官し、文字通り瀬戸根の役割を果たしているのが、 国道379号で、上尾峠の改良により、松山市、戸部町方面の交通が、また南の内子町方面への道も改良されている。両方面とも、村内の区間は、全線片側一車線ながら、線形は改良されている。町内に、鉄道はない。国道県道道の駅。ありがとうございます。